お前にだから言うが、メリンに伝えなきゃならん知らせがある。俺の口からはとても。すまんが代わりに伝えてくれんか。コルテスが、メリンの弟が遺体で見つかった。さっき浜辺の奥でな。ドラゴンから逃げるとき、あいつは俺たちを逃がそうとドラゴンの爪の前に飛び出した。俺はあいつが吹き飛ばされるのを見ながら何もできなかった。俺が見殺しにしたようなもんだ。メリンに申し訳なくてな、弟の死を伝えるのが怖いんだ。頼む、代わりにメリンに伝えてやってくれ。あいつは弟をずっと可愛がっていた。その死は早く伝えてやりたい。でも俺にはその勇気がないんだ。お前に頼むよ。弟が見つかった。そんな、そうだったのか。エルバーが、そんな悩みを。コルテスは男らしい決断をして最後を迎えたんだ。エルバーには何の責任もない。あいつが気に病む必要はないさ。辛い伝言を悪かったな。エルバーとはよく話しておくよ。ありがとう。すまなかったな。俺の臆病風のせいでお前には迷惑をかけた。いつまでも肩を落としてたら、それこそコルテスに申し訳が立たないしな。あいつの分まで頑張るさ。予言によれば、いやはや、ドラゴンが世界のあちこちに破壊をもたらすのは事実だが、そこにどういう意志があるのかは分かっておらぬのだよ。いかに神とて全能ではない、そういうことなんだろうな。まあそんな風に言うとクレメントなどはいい顔せんがね。いかに神と、まあそ、大事の最中ですが、折り入ってあなたにお話があります。くれぐれも他の皆さんには内緒でお願いしたいのですが。すみません、決して声を大にして頼めることではありませんので。このような大変な事態になり、祈りを捧げに来る村人も増えました。今こそ若輩者の私でも皆さんのお役に立てると思った矢先、大事な経典がないことに気づいたのです。あれがないと私は正確な祈りの文言を唱えることができません。つい先日まで教会内にあったはずなのです。誰かが持ち出したとは考えたくないのですが、どうか見かけましたらお届け願いたいのです。よろしくお願いいたします。私はこの村に来てまだ日が浅く、早く皆さんと打ち解けてお役に立ちたいのです。それなのに頼られる状況でこの失態、本当に情けない限りです。経典は遠くへは行っていないと信じています。きっと近くで見つかるはず。白状するよ。教会の経典を持ち出したのは
僕だ。どこで落としたか見当がつかないかって。司祭様の持ち物に興味があってつい留守中に。ちょっと見たら返すつもりだった。あちこち走り回ったし、ごめん、わからないよ。でもあのドラゴン騒ぎで逃げる途中になくしてしまって、どうしよう、どうやって謝ろう。それ、どこで？見つかったのは良かったけど、やっぱり僕の口からは。ごめん。私はこの村に来てまだ日が浅く、早く皆さんと打ち解けてお役に立ちたいのです。それなのに頼られる状況でこの失態、本当に情けない限りです。経典は遠くへは行っていないと信じています。きっと近くで見つかるはず。これは私の経典。探し出していただけたのですね。ありがとうございます。これで正しい祈りを施すことができます。この村の皆さんは温かい心の方ばかりです。こんな私を頼ってくださって本当にありがたい。さあ、私も落ち込んでいられませんね。ドアロンがこの土地に現れることは予言されていましたが、よもやこの村に上陸するとは。いや、実に恐ろしい。あれはまさしく破壊の化身、善なる神にあだなす存在です。犠牲が出たのは悲しいですが、機内が少なかったのは幸いでした。神のご加護があったのでしょう。犠牲が神の…とにもかくにも村はどうにか無事だったんだ。ドアロンが来たら終わりだなんて言われちゃいるが、そんなことね。きっとどうにかなるさ。それにしても避難した連中はどうしたのかね。無事で戻りゃいいかな。それにしても無事で。ドラゴンがもうダメだ。なんてざまだ。くそ、助からないかも。ドラゴン騒ぎの怪我人のために薬を作ってやりたいんだけど、材料が全然足りなくて困ってるんだよ。あんた、悪いけど村の外に出て調合に使う花を取ってきてくれないかい。そこに置いてある花と同じものと、もう一種別の花も欲しいんだ。それなりの量がいるから頼んだよ。怪我人を助けるには薬を調合しなきゃならない。できるだけ急いで材料の花を集めてほしいんだ。いいかい、花は2種類必要になるよ。詳しい話は村の連中にも聞いておくれ。あんたに花集めを頼むのはやっぱり信じてるからさ。苦しんでる人を放っておけないはずだとね。そうか、薬の材料集めか。大変だな。その花は大木の根元なんかでよく見た気がするが、魔物の出る街道に出向くのはごめんだな。ま、
気をつけなよ。イネスが戻ってきたな。馴染みの客がいるからというが、あれはわしのことに違いあるまい。いや、どんな調子だい。あんたさ、ベニータの頼み事を聞いて花集めするらしいけど、出歩くなら十分準備してからにしなよ。特に夜は魔物も活発になるからね。一人で出歩くのはよした方がいい。まああんたのことだからその辺は分かっちゃいると思うけど、うちの宿を利用すれば休憩しながら出向く時刻を調整できるからさ、焦らず無理せずやんなよ。じゃあどうするね。気をつけてな。薬の材料の花の咲く場所？さあ、よくは知らないけど、浜辺は探してみたの？見つからないなら夜に改めて行ってみたら？前に月夜の浜で見かけたような気がしたから。探しは昼までないと無理です。怪我にいいか、あんた。おお、持ってきてくれたのかい。ありがたいね。助かったよ。こいつともう一種の花を調合して薬を作るんだ。どうも。旅の準備は。あんたさ、まあ、じゃあどうするね。無理せず休んで。あ、いいよ。ここで休めそうですね。ドラゴンのやつ、海は一見平穏に見えますね。ここに花が。各社様、これを届けて差し上げては。
怪我人を助けるには薬いいかい、あんたに花が。そうこれだよ、この花だよ。よく見つけられたね。最近はこいつをなかなか見かけなくなってね。調合の材料には欠かせないから助かったよ。よし、2種の材料が揃ったね。正直こんなに早く集まるとは思わなかったよ。これなら全員を治すことができるかもしれない。これもあんたの助け合ってこそだね。本当に感謝してるよ。私なんかにできる礼は少ないけど、遠慮しないで受け取っておくれ。さあ張り切って調合するかね。やれやれ、それにしても大変な目にあったね。逃げ出した村のみんなもそろそろ戻るかね。逃げ出した村の…